Эпул петелю, а ему маэстрансу пальчин! Зипсыгей, бирч!君子手尽きし生きざしに天命をこそよくべからざれ。 Thank you.
Nigen Allah Yosta. Chiharu! Yamar Nigim Harwu! Good man! So let it check! Hiryak Orpen! No!忘れません。行け、達者でな。クロードが現れて元槍川にも怨霊が出たって話だ。おい、うどけ。 足を探っていただけなのに。やっと自由だ。安全なところへ抜かるでないぞ。 Thank you.
Ayong Jacinta! Matasetesimattana. Tasukatta. Arigatou gozaimasu. Yuke, tassha de na. Modoru beki datta no ni. Mokenakatta. Юм алгаа. Явцгаж, гэхдээ болгоомжтой. Ахиад учруул, үхтэл болгоно. お侍様、助かりました。わしらはこの鎧を守るよう頼まれたのですが、あなたにお付けするべきですな。それは、ハーンが作らせた鎧だ。さようでしたか。もうこの手に渡らず、よかった。これで全て揃ったな。あの弟子のもとに戻るか。もう、望みすら持てない。 サゴの街道で恐ろしい光景を目にしてしまいました。また猛虎が民を虐げておったのだな。あれはひどいものでした。あいつらは父親が見ている前でその息子の亡骸を木に吊るしたんです。父親の叫び声が耳から離れません。それは捨て置くわけにはいかんな。 お侍様、佐賀の村で妙なことがあるようです。猛虎か。わかりません。村の人は追い詰められたような顔をしているのですが、気にするなというばかりで。厄介事が起きておるようだな。調べてみよう。他にもどんな鎧でも結構です。頭で攻められるとは思ってなかったからさ。 でも猛虎もいるし、苦手かと思ったよ。違ったね。いかがです。鎧は見つかりましたか。猛虎の手に渡ることは二度とない。師匠の仇は取ったぞ。これで師匠の鎧を巡って傷つく者は現れないのですね。ですが、あと一度だけでも教えを受けたかった。お主が教えればよい。そうですね。 わしも弟子を取り、師匠の技が後の世まで受け継がれるようにいたします。苦しみはいつか消える。苦しみすら分かってない。
叔父上が見たら何と言われるだろうな。鎧はお体に合ってます。さあ私にお任せください。また頼むぞ。どうかお気をつけて。勝負！シーツウェルタエニオッソ！
待たせてしまったな。情け深いお方でよかった。安全なところへ。抜かれてないぞ。どうかお受け取りください。ありがとうございました。Take your bed. You wait.
칭하루. 네게 뭐 있어? 에? 엔다 딱. 내금배 이들 문바이 스타다 들니 가지
木こりの宿営に向かおう。三階様、こっちだ。ここまで登れたぞ。だがノロノロしてると猛虎に蹴取られそうだ。そこから離れろ。すぐに行く。すぐにね。今の見ました。黙ってろ。ユナのやつ変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに射手の多くを置こう。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。
獣がすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここなら挟み撃ちにできる。隠れる。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。今だ。殺してやれ。足に急ぐぞ。志村様が援兵を募り軍を作ったと聞いた。なぜあんたが率いない。志村殿には志村殿の策が終わりだからだ。ということはこの砦や南門から聞こえた。様子を見てみよう。言うな。まさかあいつが向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。兵は南門に集められてる。今しかないぞ。橋を抜けられたとしても日槍の良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って日槍を奪えないか。火にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。足を攻めようが攻めまいが危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。戦士も一緒だ。やっとわかった。あんたクロードか。だが山より大きいと聞いた。今は戦え。
ちょうどいいところに。抜かるなよ、ノリオ。敵の残りはいかほどだ。こやつらのみです。では早く殺せ。なんとかなったね。さあ、砦を奪いますよ。おのおの方、怪我を。少しもないわ。まあ今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつらただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った。早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。人はどうも情が悪い。
お邪魔でしたか。構わぬ。お祈りを。我が先祖にな。これからする諸行の許しを請うておった。ご先祖は何と。声が聞こえぬ。ご先祖にはできぬお務めゆえ、あえて黙っておいでなのでしょう。姉の居所が分かった。菊池家の古い砦だ。ご出立を。もう甲を切らしてしまったからな。祈りをあげられぬ。菊池の館はこっちだ。よく見つかりましたね。姉は池田殿の家に入ってな、菊池家の老棟であった。近くの山の麓に親方が。姉はいつも自分の館を欲しがっておったな。菊池家も小牡丹で滅んでおります。姉は館を乗っ取ろうと企んでおるのだろう。足立家を奪い損ねましたから。話によるとある一族が京を構えたらしい。家紋はあの文のものと同じ。姉君か。今は館を愚民の仮住まいにしておるそうだ。故郷を失う辛さがわかると申して。まことでしょうか。突き止めてやろう。姉君が故郷を失ったとは。結婚して家を出たに過ぎん。池田殿は老頭では。ああ。なぜ妹のあなたが武家に嫁ぐことになられた。幼き頃俗に押し入られたことがあってな。私は太刀を手に取り、姉は隠れた。俗どもを片付けた後、足立殿率いる侍衆がやっと駆けつけてきたのだ。姉は一目で足立殿を気に入ったようだが、見初められたのは私の方。嫉妬の末に裏切りに行き着いたのか。昇進を癒してやりたくて池田殿との結婚を後押しし、姉は北へ嫁いだ。池田殿とはお知り合いでしたか。前妻に先立たれたが優しき男と評判であった。優しさなどいくらでも取り繕えます。何を申したい。なぜ姉君は今になって復讐を企てたのかわからないのです。これだけ分かっておればよい。姉は我が一族を殺し、今日その報いを受ける。姉君が裏切る兆しは。近しい間ではなかったが、お互いを思いやっておった。公の場でも姉を見かければ挨拶を交わしていたぞ。まさかこれほど憎まれておるとも知らずにな。あの日は親方にいらっしゃったのですね。
朝から館に来て菰田からの知らせを待っておった。夫の安否に気をもみながらな。あの時初めて姉と分かり合えた気がした。私の孫のために土産を持ってきて懐かれていたのに、最後を見届けに来たとも知らず、まんまと迎え入れてしまった。足立家の嫁子らは賊と戦ったようですが。戦ったのは私と嫁らで、姉は孫と馬屋に逃げた。その後姉らしきムクロを見つけた。誰の顔かわからぬほどに潰されておったが、金色の帯で姉だと思い一族の墓に埋めたのだ。あなたが生き残ったことを知り偽のムクロを作った知恵者です。私を生かしたこと悔やませてやる。もう着くぞ。馬を降りろ。ここからは歩く。万兵がおるな。ご用心を。余人ばかりの場所ならば何があってもおかしくありません。彼らはどこにおる。またこがった。殺せ。切り捨てろ。急がねば新手が来ます。民をかくまっておった。あれはただの隠れ蓑さ。姉上姿を見せろ。殺せ。どこにおる。援軍です。人殺しに使えるのか。出てこい臆病者。道場まで押し通れ。次から次へと。どうでもいい、皆殺しだ。返さんぞ。まだ来るか。さっさと殺して終わらせるぞ。殺してやる。
花はどこだ。山の上の館です。妹が会いに来たと伝えろ。姉君を何といたす。やられたことをやり返す。ご家族であっても。私の家族は死んだ。あれはただの人殺しだ。姉上、さあ出てこい。来たか、雅子。姉上だと騙し、私に誰を埋めさせた。猛虎に殺された百姓の女だ。泣いてやったか。よくも全てを奪ってくれたな。息子の嫁に孫だけ。それのどこが全てだ。足立の死は猛虎に奪われ、お前も殺し損ねた。だがやっと本当に全てを奪える。殺せ。奴ら、ここは食い止めましょう。助かる。よくも息子の嫁を、幼い孫を、一族を殺してくれたな。お前の所業に比べれば安いものよ。私が何をした。奪ったではないか。館から追い出し、心を寄せる男をさらい、飲んだくれを押し付け身も凍る地へ送ったのはお前だ。永劫に続く苦しみを受けてもなお、この生き地獄はお前には分かるまい。お前が押し付けた地獄だぞ。いずれも私の咎ではない。何を言う。知らぬふりをしておったくせに。殺しに来たのだろう。切りたければ切れ。苦しみが終わるのならば本望だ。始末をつけるのは私ではない、己自身だ。お前も地獄を味わえ。皆を悼む代わりに、笑い合って過ごした日々を心に浮かべようと努めたが、見えるのは姉の顔、それだけだ。これが生き地獄なのか。いえ、仇を討ったではありませんか。ご一族のため、その命をかけて。もう安らぎを求める時です。この道は安らぎには通じぬ。ではどこへ。どこであろうな。このまま歩みを進めればわかるであろう。それは修羅の道です。もう遅い。だがお前が呼ぶなら手を貸すぞ。
Thank you.